皆さんこんにちは。新潟県警察採用係の反町です。今日は警察官を受験する皆さんが一番気になるであろう採用試験について3分で短く説明していきたいと思います。最後までご視聴お願いします。まず新潟県警察採用試験の試験科目について説明していきます。試験は第1次試験と第2次試験に分かれています。第1次試験は教養試験という選択式の筆記試験と農作文試験適性検査を受けます。試験の都合上1次試験の日程で農作文試験と適性検査を受けますが、農作文試験は2次試験の試験科目になりますし、適性検査は面接試験の参考とします。ここは少し分かりづらいところなので注意が必要です。そして第2次試験は2日間に分かれていて、1日目に体力検査、そして2日目に指定された日程で面接試験を受けます。では続いて教養試験の出題範囲について説明します。教養試験は知能を問われる問題と知識を問われる問題の2種類があります。知能を問われる問題としては公務員試験独特の判断推理や数的推理などの数的処理の問題、そして現代文、英文などの文章理解の問題があります。知識を問われる問題としては政治、経済などの社会科学の問題、数学、物理、科学などの自然科学の問題、日本史、世界史、地理などの人文科学の問題があります。これらを見ると受験科目が多くて大変だと思う方もいるかと思いますが、出題内容は高校の授業で習うような内容のため、高校生の方であれば授業をしっかりと聞き復習することが大切になるかなと思います。また書店等で購入できる公務員試験の参考書を繰り返し解いていけば十分試験対策になると思いますし、特に公務員試験独特の判断推理や数的推理の問題は繰り返し解いて慣れていくことで点数アップにつながるかと思います。ここで一つポイントです。教養試験の合格基準は3割5分以上となっております。そのため大卒程度であれば50問出題されますので、そのうち18問、高卒程度であれば45問出題されますので、そのうち16問以上の生徒を目指して勉強を頑張ってもらえればいいかなと思います。そして教養試験ですが、最終合格の結果には反映されません。そのため1次試験は3割5分以上の生徒をギリギリで通過したという方も全然2次試験では巻き返し可能となっております。では最後に新潟県警察の受験状況の推移について説明します。このグラフを見てもらうと分かる通り、年々受験者数が減っており、受験倍率も低くなっています。平成14年は受験者数が一番多い年でしたが、この年の受験者数は約3000人で倍率は 13.8 倍でした。それに比べて令和4年は受験者数が約600人で倍率は 3.4 倍となっております。なので警察官になりたい方は受験者数が少なく倍率の低い今の時期がチャンスだと思います。はい、ということで今回は新潟県警察の採用試験について説明させていただきました。警察官の試験って意外と難しくないなって思ってくれた方がいたら嬉しいです。では最後までありがとうございました。